北辰堀さんのアナログたちをどこに置いたらいいんだろうなってことを考えながらね。皆さん聞こえてますね、もうすぐ始まりますよ。準備しなきゃいけないからね。じゃあ僕のね喋りはいいとして、じゃあ、次回ねまたうずうずしてる人たちがいたりして、さっきインスタでね、あの僕あの静岡市のドンにね、すいません、どうですかって言って聞いたんですけどね、ドンはどんな反応してるんですかね、静岡市のドンね、ぜひね静岡市のドンあたりが動いてくれるとね、御殿場のカジュアルね、静岡の橋ですけど静岡市からあのビッグドンがやってくるみたいな、ね、楽しい番組になると思いますんで、じゃあ相手足をちょっと広めに、相手を組みます、ゆっくり上にお膝は曲げて、下半身はしっかり安定させます、はい、緩めて斜め、はい、反対、はい、正面に、はい、下ろしましょう、はい、それでは内側から膝を、ちょっと股関節も硬くなってると思いますので、ちょっと右左へゆら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 、はい、ゆっくり前から後ろに押していきます。まあ、ストレッチ痛くて嫌いだっていう方多いんですけれども、そうではなくて、伸びをするときと同じですね、痛気持ちいいなっていうところを自分で探します。はい、それでは肩を入れます、しっかり肩を前に出してあげると、内もも、外もも、ウエストも今ひねられてますね。 OK です。はい、反対、息を吐いて、はい、 OK です。はい、それでは両手を床へ、はい、ゆっくり膝を伸ばします、ゆっくり上体の力を抜いて、ストレッチは息を吐いて脱力されてる時が一番、ストレッチされてる時です。 OK、 はい、両膝を曲げて、はい、片方深くいきます。ちょっと慣れない方はね、ちょっときついかもしれませんけれども、できるところまで、余裕のある方は前から肩で膝を外へ押してあげます。できればかかとついて、つま先膝は天井です。はい、OK、 はい、反対です。はい、内側から膝を外へ、胸を張って首を長く、はい、 OK です。はい、それでは腰を下ろしましょうか。はい、それでは両足を前でクロスします。指先を下に向けて、はい、指を手前に引っ張ります。ついつい肩に力が入ってしまいますので肩を落として、はい、 OK、 はい、肘を持って顎の下です。ずっと引っ張っちゃうといっちゃいますので、肩は反対に、大体ストレッチ両方で引っ張り合うような感じ、肘から肩にかけてストレッチ、まあ、大体言われてるところが、ああ伸びてるな、ピリピリピリって伸びてるなっていうのを感じながら、ちょっと自分でこう位置を変えるだけでも伸びる位置は変わってきます。 OK です。はい、反対、息を吐いて、はい、それでは肘を持って顎の下です。肩を反対に引いて姿勢ですね。気持ちいい、お尻をでっちりにしてあげると前に、スライドしないですね。ワン、あとですね、膝を曲げた時にダウンしてる時に全体の力を抜きすぎない、やはり頭の上を天井に引き上げます。 OK です。はい、それでは腕を三角形ができるように、
最初は開いてていいですね。肘が後ろに行った時に二の腕が動いて気持ちいいなーっていう感じです。徐々に脇を締めていきましょう。 And 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK です。はい、片足ずつ、お膝を曲げてかかとを、はい、反対ですね。アップしたら下ろします。ちょっと痛いぐらいでいいです。かかと刺激してあげましょう。 3, 4, 1, 2, 3, 4. できれば軸足にこう体重が移らないように、両足に同じように体重を乗せます。 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. OK、 2カウントです。 2, 1, 2。皆さんはお家の中でやってますので、裸足ですよね。かかととつま先を感じるように1カウントです。移動しないようにね、まっすぐです。 1, 2, 3, 4. 今度はつま先にしましょう。はい、つま先をアップダウン。 4. これは少しお膝を使いましょう。同じですね、両足に同じように体重をかけていきます。1, 2, 3, 4. OK です。はい、もう一度両膝。どっちの腕でもいいです。肩の高さに。肩のちょっと上から肩の高さで止めてあげるように。指もできればしっかり開きます。はい、それでは斜めに行きましょう。背中丸めましょうか。腕全体で戻していきます。体を起こして、はい、正面、はい、腕変えますよ。吐いて吐いて吐いて、さあ回していきます。さあちょっと前傾、さあ戻してきます。体正面に戻してから両手、さあ横から、はい、内側へ4 5 6 7 8 2 2 3 4。さあクロスします。手首よりも肘が上ですね。しっかりここに力を入れてください。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4. OK です。皆さんこんばんは、ゆうです。普段はピンクドラゴンでポールダンサーをやらせていただいてるんですけど、あんまりこう人前で筋トレを教えたりっていうのはしてないので、ちょっと至らない点がたくさんあるかもしれないんですけど、私が普段やってる筋トレを皆さんと思いっきりできて30分間いい汗をかけたらなと思いますので、30分間お付き合いよろしくお願いいたします。では、最初ウォーミングアップから始めていきたいと思いますので、すいません、音お願いします。はい、それでは始めていきたいと思います。まあ、普通に、立っていただいて、腕を大きく上に伸ばして背伸びしましょう。背伸びする感じですね。もう内臓とかもすべてもう天井の方に向けて、ゆっくり気持ちいいぐらいでゆら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 伸びてください。はい、ありがとうございます。最初はさっさ頭ですね、左右にゆらゆら揺らしていきましょう。しっかり頭の重さを感じながら左右にゆらゆら、お好きな方にやっていただいて、こう揺らしてもいいしゆらゆらでも大丈夫です。前後も動かしてあげましょう。さあ、そしたら一回ヘッドロールですね。頭をゆっくり大きく回してあげてください。はい、2周くらい回したら逆方向も回します。はい、そうしましたら、上体を全体的に大きく回していきます。
腕も使ってしっかり大きくぐる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 腰から、まあ、今から筋トレしますよっていうのを体に教え込ませるような感じでやってください。はい、ではそのまま前に倒れていきましょう。でその時お腹がこう丸くならないでお腹を出す感じ、腰を反らす感じでしっかりと上体を下に落としていきます。落とせるところで大丈夫です。なるべく頭をね遠いところにこう引っ張っていくような感じで落としていってあげてください。ここがねしっかりピンと伸びてるかと思います。それで正解です。では上体を上げていきましたらアキレス腱伸ばしていきます。ご自身の気持ちいいと感じるぐらいの高さとかで全然大丈夫です。私はこのなんかバウンスする方がアキレス腱伸びる感じするんですけど、多分こう押さえてあげる人もいらっしゃるかと思いますが、ご自身の好きなように伸びやすいところでアキレス腱を伸ばしていきましょう。はい、じゃあ軽く屈伸していきます。はい、ありがとうございます。ではウォーミングアップ終了ですので、次から、筋トレ始めていきますので、ついてこれる人はしっかりついてきてください。一緒に頑張りましょう。汗だくになりましょう。では曲お願いします。ではそうしましたら壁とかが